じゃあ今からそのほったらかしキャンプ場に朝日を見に行く。久々に見に行けます。キャンピングカーにて控え室みたいな感じで泊まってるキャンピングカーには乗ったことあるけど、動いてるのはない。憧れ。今日はね3時ピックだったんで2時起きでした。9時ぐらい寝る予定が、その時に限ってなんかネットフリックスで面白いなんかドラマ出会っちゃって、最終回って時に頑張って寝ました。これも見たらもう寝れないわってなって、最終話だけ残して寝て話しましょう。やばい、嬉しい、久々の朝日見ましょう。明るくなり始めてます。ほったらかし温泉一回来たことあって、ここ3年以内で本当誰も人いなくて、本当一人で開放的な気分で入った記憶が。ウーメンズハンドフェアトレードブレンド、女性の雇用とかを守る認証ですね、うん、うまい、おいしい、なんかキャラメルみたいな香りしますこれ。初日の出神奈川県で見たんですよ、海平塚。その時は時間になった、あれそうそう出るかな、ポコンみたいな、水平線から出てくるところを狙ってみたいな。でも雲あったんで、まあ、海雲太陽みたいな。でめっちゃ綺麗でした。今日は山からですね。正直あれダイヤモンド富士、あの時は凍ってた海が、あ海じゃない湖が凍ってた。そう思うとこう丸見え朝日ってあんま見れてないですね。そう見れてないチャンネル名今日期待してますよお願いだ結構前からこの日って決まってたじゃないですか、うん、決まってましたよね、うん、それ天気予報見て、いや多分みんなのスケジュール持ってる持ってる今日持ってる猫じゃらし、あれ何ですか、猫じゃらしじゃないか、猫じゃらし何あれ何すすき、本当妹家族浦部家がマジキャンプ大好きで、絶対湯取りたいと思うんで、あの谷ですよね多分、あと7分です。あれテント、もうずっと私の小声であの岩は何ですか何の岩かって聞いてたんです。でカフェって言うから、え岩だけどと思ってたら本当にカフェだった。テントだ。いやシャーベット、うわシャーベット、それだけ寒い、何だシャーベット、やば、出てくる時ってビカーンって光りますもんね、なんかずっとこう出てきそうに見えてしまう、うん、これどこのやつ、レディーメイドです、いいやつだ、そのサスティナブル、うん、戦争は
しない方がいいねっていうメッセージも込めて作ってるらしいですよ。暖かいからちょっとずつ使う。これはだから何年も使うつもりで買いました、うん、おっってなったけどまだない。光がふわって今こっちだ、これだ、ここだ。あの谷ばっか見てたけど来た、やばい、来た、急に来た。うわ急に、早い早い早い、ちょっと早いよ。諦めず何度でも足を運ぶ嬉しい、イエーイ。いやこれはちょっとマジで浦部家、浦部家ちょっとね、妹家族、うん、連れてこないとか絶対嬉しい、好きだ、すごい、やった。本日の朝日、いやもう100点満点です。雲がなく、もうまん丸い朝日が見れたし、その隣には富士山がはっきりと見えて完璧です。ここは本当に景色がかなりすごくいいので、ちょまた来たいところですね。ちょっと次は妹家族を、うん、連れてきて一緒にキャンプしたいなと思います。自転車で作ってます。福岡でですけど、福岡でいちご、うん、うまっ。しかも寒いからめっちゃ冷えてて美味しい。最高、この景色見ながらの朝ごはん。さて皆さん、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくださった方は、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。